どこどこ今出てきた、今出てきた子お誕生日おめでとう。ちっちゃ、ちっちゃ。 It's so hard to stay on top of the world When the world keeps telling you who you should be All these people telling you what you need Oh, darling, only you can set your spirit free の瞬間を2大体制で撮ります。こっちでアップ、こっちはねタイムラプスを回し始めました。 GoPro はタイムラプスを、ちょっとね補足説明します。こういう2大体制でさなぎのウカを撮影し始めたんだけど、どのタイミングで出てくるかがわからない、しかもどこから出てくるかわからないので、狙っているところと違うところからウカしちゃったりして、なかなかこれがね難しかったのよ実は。そうだから、なんかね一発目は失敗したんだけど、でもウカした後の羽を広げる映像が神秘的なので、ちょっと見てみて。気づいたらあっという間に開いていて、また見逃してしまった。その瞬間を撮るのは難しい。そもそもじゃあこんなことになってるのかというと、ちょっと前のブログを見てみてもらうと分かるんだけど、プランター栽培を使って自給自足ミニトマトとキャベツ編っていうのがあって、それでねキャベツを育てるときに間違ったタイミングでネットをつけちゃったのね。そしたらネットの中でたくさんイモムシが出てきちゃって、気持ち悪い、よち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 、でこのイモムシを害虫だって言って駆除してしまうっていうことはできるんだけど、それだとちょっとかわいそうだなと思って、虫かごの中にキャベツを入れてそのイモムシを移動しといた。そしたら後日めちゃめちゃそいつらが育ってサナギになってしまっていたというので、じゃあせっかくなのでサナギ自体を羽化させてしまおうというのが今回の企画でございます。そしてその中で狙いとしては羽化する瞬間そのものをどうにか取りたいっつってちょっと今やってるんです。なかなか難しい、なかなか難しい。だっていつ出てくるか全くわからないので、虫かご自体を日常的に普段から見れるところに移動します。せっかくあんだけ作ったけどさ移動わおはい、なのでずいぶん家に来て3週目ですね。かいな、蝶々です。見て、蝶々、人生初蝶々だよ。まだ外散歩してないからね、かいなね。まだ歩いてないからね、うん、こんな近くで示していないというね。これ一斉にポポポンって言ったら面白い。なんかそんな感じだよね、うん、ちょっと今日中に行きそう。そう、これじゃ あの一番下が行きそうだ ね、そう、あいつあいつ、こうなるとなんか模様が出てくるの。さっきからこいつとこいつがなりそうだね。どこどこ今出てきた、今出てきた子お誕生日おめでとう。ちっちゃ、ちっちゃ。三つ子じゃ。すごい。羽がちょっとベチャベチャ。そう、今から開くんだよ。これはね、次の日のことです。一気に3匹が羽化しました。そして今、1匹本当に出たて。まだ羽が主役者です。もう1匹ね、ここ。こっちの子はもう間もなくですね、出てきますね。
瞬間が撮れました。これね、2日間かかったよ、結局。なかなか神秘的でした。でも、すごい良かった。キャベツを育てる以上のものを、なんか得た感じがします。あそこで害虫だっつって駆除しないでよかった。子供にもすごくいいと思う。なんか夏休みの課題とかで、ネタがない場合、ちょっと考えてみてください。そう、ただね、ただ買ってきたキャベツをちぎって芋虫の中にあげても食べないんだよ。農薬がついてるからね。え、あとちょっとした豆知識、羽化した後に下にブジュって水たまりができるでしょ。あれね、芋虫の時に食べたうんちとかなんだって。だからすっきり全部出して、羽を伸ばして乾かしてから軽くなって飛び立っていくんだそうです。そしてもう一つ、実は芋虫の時の記憶が羽化した後も腸にちゃんと引き継がれてるそうです。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、だからね、そんなこともあって帰ってくるんですよ、飛んだ後。あれはなかなか感動的でございました。飛んでった、飛んでったよ。これ、これも飛び立つよ、飛び立つよ、これ来てるよ、飛び準備してる、飛び立ちそう。飛び立つ時はね、徐々に上に上がっていくの。結構いい感じだよ、もう飛べるよ、そこまで来てたら。行く、あ、おお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 
止まれ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 、ほらモンシロチョウがこことここ、おいいよ逃げないで。ということで、マハロさんのデビルフォティーを See you guys later! バイフロー、じゃあね。次回のプランター栽培企画はキュウリとパプリカです。